日本鳥取県境港市大正町、港境交流館、フェリー乗り場、観光案内所、商業施設などが入る。大正町は鳥取県境港市の町名。郵便番号は684-0004。1835年、鉄山融通会所が設置される。1926年5月、境町では旧来の地屋座を廃止。 改めて大技21丁を新設する行政区画改正を実施。大正時代に国鉄堺駅がこの土地に移転新設され、駅前地区が整備され、大正町が新設される。表記の方法は、大技の文字は表記せず、堺町大正町となる。1945年、大正町の岸壁で陸軍の軍用船、玉栄丸が突如大爆発を起こす。 町内住宅はほとんどを倒壊、消失する。戦後は、戦災地区の指定を受け、昭和20年代に区画整理事業が実施され、再建される。1954年に、堺町が、周辺の私村、外江町、城東村、吉村、中浜村と合併して、堺港町となり、堺港町の大和、大正町となる。 1956年、市政施行に伴い、境港市の町名、大正町となる。雪町は1871年から1887年の、境町の町名で、現在の大正町海岸部の一角にあたる。境町の市街地性郊外の海岸を埋め立て造成した遊郭地で、十数個の沖屋が開業し、劇場画面ユーザーも開設された。 明治初年の個数22、人口78である。世帯数、人口は1955年、167.659、1980年、142.432、境港駅前交番。ありがとうございます。